休館日ということで始まりました、リュウジの休館日チャンネル。リュウジ漫画の休館日チャンネルだった。ちょっともう酔ってます。5本目だから行くわよ。ママ乗り移らせるから、もうこういた子のように。おこんばんは、リュウジママよ。ということで今回はね、ママらしい一品を作っちゃうわよ。何を作るかといえばこちら、塩酒。塩酒ってね、まあ、お塩振ってあるから普通の酒よりは賞味期限長いんだけど、やっぱりね、ちょっとね、あれなのよ、結構ね、置いといても腐りがち、余らせがちだから、余らせた、サーモン、サーモンじゃない、塩酒はね、みんなね、酒フレークにしてるんだ。ね。酒フレークって言うとね、こういうのはね、セオリーで、みんな食べてると思うけど、塩酒で作ったの安いのよ。安くて美味しいの。だから、これの作り方ちょっともうママが教えてあげるから。ちょっと、待ってください。ちょっと酒取ってくるわ。ママ!ママの氷結無糖。氷結無糖大好きなの、ママ。最近触ってるのは氷結無糖と水人だから。水人そうだ。休館日!一応飲んでも食べても余一丸飲んどこう。これがね、仕事でできないのです。二日酔いの時にも効くのよ。二日酔いになる前にも飲んで、なった後にも楽。なる前に飲んでもなる時はなるんだけど、相当飲まないとならない。ということで、至高の酒フレーク行きたいと思います。難しいことは何もない。まず、酒あるでしょ。これ。二つ 250g ぐらいなんだけど、こいつをね、油で炒めていく。使う油はもちろん、J. オールミルズのサラサラキャノーラ油。こうやってチューって出るから、楽、はい。で、下処理はいらないんだけど、まあ、見えるとこの骨があったら取ってもいいんだけど、ほぐした後でも骨って取れるから、多分、今はね、別にやらなくていいよ。すっごい簡単なの、酒フレークを作ること自体は。でも、酒フレークを作ったところで、どう使った方がいいか分かんないかと思うから、酒フレークを作った上で、酒フレークを使った料理、3品ぐらいあるわ。今日はもう大盤振る舞い。なんと4レシピも知れるのよ。こういう風にやらないとね、料理 YouTube 戦国時代で勝ち残れないのよ。わかる?みんな。はい、油ね。油引いて。若干多かったかもしれない。で、ママが使ってるのはこのナノニのオールインキッチンペーパーだからね。ここに引っ掛けられるのがいいね。あと厚手なの。ちょっと吸わせ。はい、これぐらいの油で焼いていく。鮭からも油あるからね。で、まずこれね、注目したいのは、もう、このね、皮から焼く。皮目から焼く。これ大事よ。皮目から焼きましょう。皮をチリッと焼くことによって、皮もね、入れられちゃうのよ。皮も、この、酒フレークになるように配合できる。まあ、皮が嫌いだっていう人は入れなくてもいいんだけども、皮をね、パリッと焼くことによってね、まあ、こうやって立てて焼くのがいいかな。こうやって立てて焼くと、フライパンのヘリを使って立てて焼くと、非常に良い。皮目を焼いて、皮をね、皮と魚って皮と油の間にあるところ、一番ね、ちょっと匂いがあるのね。その匂いを取るために皮は重点的に火を入れる。これね、重要よ。で、これ小骨があるから、この小骨はちょっとね、どけ、見てちょうだい。ほら、皮がいい感じでパリッとね、パリスヒルトンになってきたわね。ママの憧れのパリスヒルトン。憧れのパリスヒルトンになるまで焼くわよ。で、まあ、全体焼いてくると骨が浮き出てくるから、こいつは、こっちだ。ね。大体ね、このね、ここら辺にあるんだよね。ほら。こっちだ。こっちだ、こっちだ。これは、はい、ここ。ここに、こっちだ。小骨があるとね、食べた時にね、
あーやだーってなっちゃうからね。でここで身がボロボロ崩れても大丈夫。なんでかって言ったら結局フレークにしちゃうから、結局フレークにしちゃうから焼き方とか何でもいいよ。で焼いたらこういう骨、こういう小骨をちゃんと取っていく。これね、これね、お弁当なんかにもすごくいいのよ。まあ焼く前に取っちゃってもいいんだけどね。卵は焼いた途中取っちゃう派だから。はい、そしたら崩していく。鮭フレークっぽくなってきたわね、なってきたわよ。はい、じゃあ鮭フレークは焼いただけじゃなんないのよ。ちょっとね、大切なあれがで、皮もこうちょっとチャキ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 と切ってあげると、鮭フレークの中に入れ込めるから、ママはこうやって皮を切る派。なんか皮嫌いだなっていう人はやんなくていい。ママはこれが一番簡単だと思うな。皮切れたら粗くほぐして、ここで調味料いくわよ。これで甘みつけるわよ。これで、お酒ね、がね、蒸発するときに、鮭の臭みを、取り去ってくれるから、お酒は入る。で、お塩。で、と塩一つ目。これで OK。お、酒とみりんの匂いが、めちゃめちゃするわよ。でもこれ煮詰めていくの、こうやって。そうすると、この鮭に、鮭フレークに甘みと、ね、コクが加わって、非常に美味しくなるわよ。これ一回やっとけば結構保存できるわね。一週間ぐらい全然平気じゃない。そしてこっちの水分は飛ばせつつも、ママに水分当たり。まあこれからほら、ご出勤だから。ママね。ママの酒フレーク一番美味しいの。ちなみに、味の素はいりません。なんでかって言ったら、あのね、鮭の旨味が炒めることによって凝縮するから、旨味がすごい。ママは旨味が足りているものに関しては、全く手を加えないんだよ。でも、やっぱりね、スーパーのね、もう食材だけだと、もう結構ね、旨味をね、ちゃんとつけないと、美味しくない場合があるから、美味しい場合はやらない。美味しくない場合はやる。そんなね、そんなに何でもかんでも入れりゃいいってもんじゃない。入れすぎたら、チープな味がして美味しくなくなっちゃうからね。ママがここまでやってこれたのも、結果、何を使っても美味しいものを作り続けてるからだと思ってるわ。一応自負ね。まあ、いつね、不祥事でね、いなくなるかわかんないから、今のうち見といてちょうだい。うん、今の、このママの輝きを。ね。いつ不祥事でいなくなるかわかんない。ね。今のうち見といて。あと、本買っといた方がいいわよ。はい。水分ちゃんと飛ばしてちょうだいね。水分が残ってると、水分があると結構ね、腐りやすいから、水分ちゃんと飛ばすのがポイントよ。はい。今、カラッと飛ばせたわね。こういうね、容器に保存すればいい。これでだいたい200、まあ、20g ぐらいの鮭フレができたわね。ほら、瓶に詰めたらもう、デカデカ一瓶いけるわよ。今日はこの作った鮭フレークでいろんなものをちょっと作っていこうと思うんだけど、何がいいかしらね。鮭フレーク何で使うかって言ったら、やっぱり卵、酒玉を作りたい。あれね、ちゃんとね、洗い物しながらやるのよ。みんな、リュウジのバズレスを見てみんな、後片付けしなさい。誰も片付けてくれないからね。じゃあ酒玉作るかね。ニラ玉的な酒玉、うん、を作ろうかしらね。まず卵2つ。まあ、朝食に使うような感じだから2つぐらいでいいかな。いいかしらね。ね。このね、トングね、菜箸トングって菜箸と同じような感じで使えるから。めちゃめちゃ便利。ママが大好きな、これまず。小さじ2杯ぐらい入れて、ちょっと胡椒、
しよう。で、自家製サキフレックを、だいたい大さじ2杯ぐらいいっちゃうかしら。はい、全然切れてない。はい。でもパワーで盛り切れました。おネギをちょっとこっちに。なんか卵焼きみたいにするとあれだから、なんかニラ玉みたいな。ね。中華のニラ玉みたいな感じである。半熟がいい？片焼きがいい？どっちがいい？片焼きか。半熟がいい？片焼きで。まあ普通に油。サケフレークから作るの面倒だなっていう子は、普通にサケフレーク使っても全然平気よ。うん。焼き酒のほぐしで全然平気。はい、ちゃんと温めちょうだい。温めると、サラサラになってくるよね。うん。卵落としてすぐ固まったら OK。最初はちょっと寄せていく、こうやって。寄せていくわよ。で、最初はトロッとしていく。で、だん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 、固まっていく。で、ちょっと中に寄せてあげて。片焼きにするコツっていうのは、今上、半熟じゃない？半熟じゃない。ここにね、これはね、ちょっとこう。ん？あ、オムレツになった。このままオムレツで一回じゃよっ。なんかね、本当はね、このままね、ひっくり返そうと思ったんだけど、計らずもオムレツになったからオムレツにするわ。ほらほら、こんな感じでね、酒玉オムレツ。畳むとオムレツになってね、なんか畳まないと卵焼きになるから、あれ、まあまあこういうのもいいね、料理って面白いわね、これ。俺大好きよ。まあまあ、こういうの。はい。しかも、割と綺麗。割と綺麗じゃない。はいはい、今度ここね、固まらせて。割と綺麗じゃない、ほら。何これ。めちゃめちゃ面白いわね、これ。はい。酒玉オムレツ。なんかちょっと半熟ね。よっ。ね。すっごいもう、味和風だけど、酒玉オムレツ完成。はい、次！はい、次！はい、次！次。トースト。トーストがあるといいわよね。超簡単、こっちは。酒玉オムレツそこそこ。なんか、ちょっと時間かけたけど。で、ピュアセルフマヨネーズ。これ、案件でもらってんのよ。まあまあ。ピュアセルフマヨネーズ。ただ、案件なくてもマヨネーズ使うっていうのはなんでかっていうと、特にね、トーストで進化を発揮する。ピュアセルフマヨネーズって焦げるのよ。キューピーのマヨネーズって焦げないのよ。これ何の差があるかって言ったら、このマヨネーズって全卵使ってるのね。で、キューピーは、卵黄使ってるの。そう。どっちがいいとかじゃなくて、トーストは焦がした方が、まあまあ美味しいと思ってるから、このピュアセルフマヨネーズ、一択なのね。これ出すのめんどくさいから、ピュアセルフマヨネーズをなんか、これぐらい、大さじ2杯ぐらいの、サケフレークも、なんか、大さじ2杯ぐらい乗せちゃう。で、この上で、やんややんやと混ぜちゃう。だからね、器用意したんだけど、器、なんか、用意するのだるいし、洗うのだるいから。これね、なんだと思う。酒マヨトーストなのよ。いいわよ、これ。もうね、パンの上でね、酒マヨ作っちゃうの。めっちゃんこうまいの、これ。めちゃんこって言っちゃった。なんかめちゃんこって今言わないよね。あられちゃんの時代だからそれ。はい。で、うまくいくとこのマヨネーズが焦げてくる。追加するとわかりやすいんでね。はい。何よこれ。これ新刊じゃない私の。特に宣伝のために置いてたわけじゃないわよ。で、まあ、大体10分ぐらい。まあ、トーストと同じぐらい。まあ、10分もいらないか。ね。200度で7分ぐらい焼きます。佐藤のご飯。
作れ。もうね、鮭フレークはもうご飯が王道。一応、鮭茶漬けを作るわね。だし汁作る。200cc 入れて、沸かす。沸かしたら、カツオの粉。まあ、1g が、一つまみだから。ね、これで 2g。一つまみこれぐらい。これを2回。で、味の素。ね。カツオが入るから昆布も入んなきゃいけないんだけど、昆布高いから、味の素。4振り。はい。はい、これでだし汁完成。簡単でしょ？これで茶漬けやると、だし茶漬けになって、ほんと美味しいのよ。ご飯温める方が、遅いぐらい。はい、ご飯温まった。ご飯を入れて、整える。なんだかわかるこれ。ケンタ食堂。で、まあ、海苔を、雑多にかけて。鮭。まあ、大さじ2、3杯かけて。ごまはちょっとひねってからやると香りが出る。これにだしをかけて完成。これです。これで、至高の鮭茶漬け。今日は3品やりきったね。ほら、じゅく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 いってるでしょ。これね、ピュアセレクトじゃないとこうなんないの。おー。え、うまそう。うまそうじゃない。最後の味塩。好みね。ほんのパラッとかけて。はい。これね、最後に仕上げるからね。はい。ということで、今回は、自家製鮭フレークを使って3品。鮭オムレツ、和風オムレツ、お茶漬け、鮭マヨトースト。3品。完成よ！休暇に休暇に、あー、今日はごちそうよ、みんな。盛りだくさん。盛りだくさん。盛りだくさん。いただきます。あ、すごい。おぉ。うまっ。うまい、うん。うまい。おいしい。うん、やっぱ味付けもあるね。うんうん、めっちゃ美味しい。白だし、これうまっすよ。これうまっすか、うん、これうまい。めっちゃ美味しい。うん、効いてる、超うまい。うん、で、めっちゃ美味しい、これ、うん、普通の卵だし巻きばっかりのやつ、うんうん、で、これちょっと、これはうまい。これはお湯技、お湯技やっちゃってもらいます。いただきます。うん、うわ、超うまい。うまっ、うますぎる。あ、これはね、ほんとうまいわ。うまっ、うん、あ、うまい。旅館のやつ。旅館のやつ。うまいわね、これ。旅館のすべてが超おいしい。効いてる。あ、単品ちょっと食べて。うん、単品食べて。あ、はいはい。うん、単品で普通の鮭フレークと、おお、うん、美味しい。うん、これね、みりんと酒だけ。あ、うまい。うん、これはもうなんかつまみでいけるね。うん、市販の鮭フレークってもっと塩味濃いの。ああ、うん、だからちょっとマイルド。うんうんうん、この油分がいいですね。うん、皮も全然なんか気になるね。皮も気になる、うん、むしろ皮がうまい。皮がうまいね。味塩だ。絶対うまい。絶対うまい。いただきます。うん。うわ。うまっ。わ。てか、マヨと相性やば。うまい。これうめえ、うん。でもこんだけ作ってんのに鮭フレークまだ余ってない。すごいね。うん、トーストやばいな。トーストうまい。めっちゃ美味しい。トーストは 100% ピュアです。めちゃくちゃうまい。なんか。これだと茶漬けだとちょっとね、うんうん、優しい、そう、うん、パンチが薄いじゃん、うん、食べた瞬間が完璧だった、うん、これはうまい、これは最高、これパンやばいね、うん
だからこの大長編で撮ってよかったよ、本当に。超力作、うん、ちょっとね、伸びてほしい、本当に、うん、外れなし、うん、外れなし。もうもう酒フレーク自体を活用してもらうのもいいし、うん、この派生を全部作ってもらうのもいいし、うん、いや頑張ったわ、今日1週間分ぐらい持つと、うん、1週間ぐらいは持つ、うん、持つ、うん、でも撮るときになんか食べた箸とかじゃなくて、ちゃんと清潔な箸とかスプーンとかで取ってもらって、うん、でやれば、まあ1週間、まあそうね、1週間、まあないし、5日から1週間ぐらいで使い切ってもらえば、なんか変な匂いしたらやめてちょうだい。うんうん、欲しいっすね、作った方に何にアレンジしましたって。あ、それいい。そうね、コメント欄で教えてもらいたいですね。ちょっとコメント欄でそれを教えてもらったら、うん、ママがこんな人いましたっていうふうに言うかもしれない。これ超気に入る。これ何でも合う気がする。うん、これはね、あとね、実践向きだから、うん、絶対グルです。絶対いいね、これ。ということで、皆さんも、この至高の酒フレーク、ね、酒フレーク自体の作り方は、どちゃくそ簡単だから、ぜひ皆さんも、お弁当と思います。ぜひ、作ってみてください。